はーどうもどうもこんばんは、大西太郎、大西太郎です。大西太郎、初めて言ったかも。大西太郎、大西太郎、音に太郎になってる。大西太郎するよ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？黒、灰色、茶色、白。黒いな、結構そっち系なのねでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の石本です。下尾です。どうも下尾です。お邪魔してます。イエーイ。私も今から始めます。そう、下尾の配信もあるのでよければ2枠で2枠で見てください。私はピザマンを食べます。はい、今までね、ちょっとレッスンとかね、そうだったからね。ロミオの2人やって。イエー。そうだよ、ロミオの2人でーす。ジュリエットはエズコ、ジュリエット、ジュリエット。セリフ覚えてる？覚えてないと思う。ね、全然覚えてないよね。ね、いける、いけるかな。タンバリン貸す？タンバリン意外と大きいよね。タンバリン意外と安定してるよ。いい、いいよ、タンバリン。タンバリンあるよ、まだ。え、ある？欲しいタンバリン、うん、あ、いけた、いけた、来ました。あ、本当だ。あ、いいじゃない、いいじゃない。よし、スタオの配信も始まります。始まります。レッスン上って、Yes, I do。 レッスンしてました。そう、レッスンしてたんですよ。今、これからまだね、夜まであるので。そう、今日は長いからね。そう、だから。え、午前中何してた？びっくりした？私、片付け、家の。あ、私も、した。もうさ、最近時間さえあれば家の片付けしてる。どうもー、どうも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 。下尾配信久しぶりです。今日19時からするって言ってたんだよ。そうなんだよね、ちょっと早めに、ちょっと早めに終わってしまって。イエーイ。ももちゃんと一緒だよ。うん、はい。で、今日は午前中はお掃除、うん、うんにしてました。お互いね、お互いしてた。布団をさ、あの、洗いに行ったん。布団とか大きいものをコインランドリーに洗いに行った。太ももって聞こえた。太もも？うん、太もも洗いに行った。毎日洗ってるわ。びっくりした。何の言うこと言ってんの。毎日洗ってます。えらい、布団洗いに行ったの。そう、布団をね、洗いに行った。大事よね。ね、なんかやっぱ新年迎えるからさ、うん、綺麗にしようと思っていろんなものを、うんうん、うまっ、うん、そう、レッスン場のお掃除終わりました。今日やってたらしいです。え、そうなの？今日でした。そう、今日だったんだ。なんかあっという間だった時間ね。ね、うん、なんて思ったん、ね、だから今日めっちゃレッスン場綺麗だった。うん、綺麗だった、ね、あの、小物が置いてあるところとかすごい綺麗になってた。そうやったのか。ね、え、こっちの片付け来なかった。自分ちの片付けばっかしてた、ね、そうそうそう、私も一日の片付けしてた、うん、まあ大事だよ。うん、うまね。なんかオレンジのもの好きなの今。オレンジジュースにピザマン。確かにめっちゃオレンジやん。珍しいの。え、確かに初めて見た。うん、なんかオレンジ、オレンジ、オニストオレンジは、あのさ、うん、オレンジジュース苦手なのよ。待って待って、ジワジワ来ちゃう。オニストオレンジが混ざったっていうのもちょっとジワジワ。オニストオレンジまだだ。オレンジって言ってもだ。めっちゃ面白い。ごめん、すごい、待って、面白い。じゃあ、あのね、うんうん、苦手なの、美味しいオレンジジュース、うん、なるほど、うん、果汁 100%、うん、え、うん、酸っぱいから、うん、でもなんかビタミン取りたいなと思って最近、うん、オレンジジュースを積極的に飲むようになった。そうだったの、うん、その結果オレシンが生まれた。大西とオレンジ、うん、オレシン、オレシンが生まれました。うん、すごい、ね、なんか 100% 苦手だったのに克服できるのすごい。うんね、酸っぱない、これ酸っぱい、うん、うん、え、リンゴジュースと、うん、オレンジジュースとブドウジュースやったらどれ選ぶ人？
美味しいブドウかな。あ、2位がリンゴ、3位オレンジって感じ。私リンゴ3位。あ、本当？なんか人によってすごい分かれるよね。ね。そっか。ブドウ1位？ブドウ、いや私はみかんが1位。え？そうやからさ、全然マジ？これすごいだから飲みたい。あ、本当？うん、ごめんね。あ、くれない。あのコロナ前やったらあげたんだけど。飲んでるこれ？まだ飲んでない。あ、うん。あげるな。狙っとこう。うん、あのコンビニにあったよ。これ初めて見た。コンビニ紙コップとかあればいいのにね。うん、まあ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 。まあまあまあ。買う、後で。うん、買って。配信日に買う。買いに行ってくれ。買いに行く。うま。100% オレンジの炭酸美味しいよって。え、ファンタどっち派？オレンジとグレープ。ファンタの、まず、まずはい。うん、まず、ファンタ飲まない。うん。確かに美味しいも飲まへん。飲まんけど飲むとしたら、飲むとしたら、うん、オレンジ。俺絶対グレープな。めっちゃブドウ好きやん。確かにめっちゃブドウ好きかも。ね、ブドウ好きなのかすごい分かった。ブドウ好きなんだ。オレンジね、ファンタちょっと苦手なんだよな、うん、酸っぱいからね。ビタミン C 入ってるよ。入ってる。だからすごい大人になって飲めるようになったもの、オレンジ。人が、うん、おにしが、おにしが、おにしが、うんうん、いや好きなのよオレンジは。好きな。100% が酸っぱい。うん、あ、気になる。じゃちょっとこの感想待ってる。どうだった？おにしが飲めたかどうか。確かにこれ珍しいタイプのね、うん、やつなので。珍しいタイプなんで。うん。ちょっと待って。ピザマンがあと一口で終わるからね。うん、なんかなんかなんか。私もなんか買ってくればよかった。え、ね、エビマヨやったらあるで。まだある。え、どんだけ買ってんの。待って、え、エビマヨ買ったの。だって夜まであるよ。確かに。担当食べ、担当食べ、ありがとう。晩ご飯出る、出へんよな。え、わからん、何も知らん。え、仮に晩ご飯出ないのであればもしもうちょっと買いに行きたい。え、本当に？え、足りなくない？細いのに食べるね。え、足りないよね。だってピザマンとさ、うん、これおにしエビマヨ、うん、足りんくない？晩ご飯足りないと思う。足りんよ、うん、え、だって下このまま行くとご飯なしになっちゃうよ、うん、もし晩ご飯出なかったら、うん、どうするの。うんうん、なんかちょうだい。無理無理です。なんかちょうだい。無理です。長丁場なのって。そう、まあ、今始まったばっかやけどな、ね、言うて。そう、今始まったばっかや。ただこっからが長いっていう。そう。いただきます。いかが？あ、うん、飲める。うん。え、めっちゃごくごくいく。あ、酸っぱいけどいや、シーンってなる酸っぱさじゃない。あ、嫌いな酸っぱさじゃない。うん、なんかスッと入ってくる。あ、これめっちゃ美味しいで。え、マジ？うん、え、めっちゃおすすめ。顔、じゃあ後でついてきてね。配信終わった後時間あったら。配信終わった後時間あったら。配信終わった後時間があったら待ってるね。一緒に行こうね。嫌がってるわ。いや、でもご飯出るんやったらおしまい行く。うん、ご飯じゃ出ないから。え、嘘つけ。知らんくせに、ちょっと。ご飯出ないからさ。知らんのに。ちゃんかんで、それ。みっちゃん、かわいいって。いいね、ありがとう、うん、もうそんなそんなっていうのやめた、できるだけ。もう遠慮しない。遠慮したら続くやん。あそんなそんな、いや可愛いってそんなそんなになるやん。なんかすごい理由淡白じゃない。早くその会を終わらせるためにありがとうと言うという。そう、ありがとう。その人の気持ちをさ、まあ確かに無限にはできない。確かにできないと思う。可愛いって言われたら、そう書いてたらもう、あ、言ってくれ、思ってるんだって、うん、そういう、ありがとうございますって、もしそうやろっていう、うん、そう、うん、ありがとうございますって、その気持ちが嬉しいよって、ありがとうございます、そうやろ、切れたわけではない、当たり前や、そう、当たり前や。違うわ、当たり前、違う、私が可愛いのなんてもう百も承知の話の上で。それは大西やろ。それは大西でしょ。まあ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 、大西は可愛いねって言われた。うん、そうやろって。いや、知ってる知ってる。知ってるに決まってるやん。もう25年間もこの顔やで。AKB やぞって。
せやで。ええけりやだ。かわいい。おもろすぎるやん。マジかっこいい。それからありがとうっていうのは謙虚だよね、まだ。うん、そう、ありがとうございます。うん、せやろって言ってみ。うん、せやろ。うん。じゃあ。かわいいな、下を。でしょ？ああ、いい、いい、いい。いいよ。これからこれでいこう。うん。あの、うちわだけにしときや。あの、外部の人から言われて、それはやめときや。あの、一応な。あの、一応教えた上で言うとくけど、外部の人にはやめといてな。わかった、うん。気をつけるね。外部の人は、え、本当ですか？いや、ありがとうございますっていう。そんなことないです。なあ、いやそうな顔した。そんなことないですよ。ちょっと。そんなことない。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。そんぐらいで、うん、いいじゃない。やろう。うん。すっごいね、手の大きさ比べみたいです。でかい方？でかい方。大きいやろ。もしもでかいの？もうにしちっちゃいよ。え、嘘。はい。はい、ここの線ですよ。はい、この線合わせまして、この線、え、一緒？あ、いや、ちょっと下の方がでかいかも。やったー、ほんまよ、ちょっと下の方がでかい。え、珍しい。嘘、大きいの？もし結構でかい方。嘘、うん、なんか同じ手してるね。でも形、でも大西の方が女性らしい。嘘、下の方がなんか丸って、そっちの方が女っぽくない？私丸丸してる。本当に？そうかな。うん、もしゴツゴツしてるの？大西のね、爪の形が好き。こんな短い。見てこの爪。見てください、この何にもない爪。あ、見て、まだ残ってんねん、ほら。なんでそこ地味に残したん？え、ここはもう綺麗に取れてもって。うん、ここだけ残ってる。除光液がなかった。ちょっと除光液ないから、大西んち。やりなさい、除光液。ここのね、左の3本の指だけ下に、マニキュア塗ってもらったの、だいぶ前。え、いつだっけ？え、覚えてない？覚えてない。え、待って、その手で話しててんけど。いつ歌番組の空き時間の時、隣やった日やったやん。だっけ、あの空き時間めっちゃあってさ。 あったあ、それは覚えてる。そう、そこで下がなんか3本だけ塗ってた、大西の指。ここは塗ってくれなかったの。あれ、じゃあこれと同じやつ、この今私が塗ってるやつと同じ。あ、多分そう。あ、塗ったかも。そう、3本だけ塗ったかも。え、その後全部塗った？塗ってない。え、じゃあ3本だけのまんま歌番組って撮った？え、もうずっと今まで。嘘。今までここ3本だけキラキラ輝かせた。ちょっと知らんかった。本当？うん、ちょっともう、じゃあ今日また3本塗るね。あ、うん、大丈夫。うん、うん、うん、塗るわ。うん、大丈夫。もうあの2022年終わるんで、ちょっとこれ置いてかなきゃいけない。2022年さすがにね、そう、落としとかないとね。そうなのよ、私も落とそう。明日やっぱさ、ホンダチン、なんだ。うん、ああ、ああ、ああ、明日何色のネイルにしようかな。ね、何色にしようかね。あれって言ってんだったっけ？ね、そうなんだよ。ちょっと今不安になった。そうなの。そう、え、言ってたっけと思って。いや、まだメンバー発表しかしてない。あ、そうか、じゃあまあ内緒ですね、皆さん。わーい。よかった、気づいて。アップねー。なんか言われててもね、良さそうな。ね。ね。楽しみ。明日楽しみにしててね。楽しみにしててね。明日は劇場公演とカウントダウン TV があるからね。そうだよ。やったね。やったね。嬉しいね。楽しみだね、うん、年越し、まあね、大晦日公演出る方がね、うん、まあ、それはもう発表されてるから、てる大晦日公演来る方、うん、楽しみにしてください。楽しみにしてください。楽しみにしてください。うん、遅い。うん、趣味にしててね、大晦日ファンの方。あ、どうも、明日のファンの方、ミューディー、ミューディーでーす。いや、違うやろ。ミューディーでーす。大西のファンの方は D はどっから出てきた？なんか大好きとかディレクターとかなんかけてみてます。あ、ディレクター？ディレクターって誰よりも分かってくれてるわみたいな。あ、そう、なるほどね。おしゃん、おしゃん、やって。大西軍あんま使ってない。あんま使ってないけど、大西軍の皆さん、大西軍 G、大西 G、 大西くん、大西 G です。大西くん、大西 G。 うちらは大西 G です。大西くん、 G ってあんまよくないやろ。くん、大西 G。
美味しいだそうです。好きな色は桃色でしょ。うん、うん、うん、そうね。マスク今日黒いけど、あの黒が好きなの。うん、あ、西地です。西地黒光りしてそうやって。やだ。いやー、いるよね。いるよね。いるよね。たまに遭遇したらね、発狂しちゃうよね。あ、ほんまにいるよねって言うねんな。あ、そっか、いるよね。なんかさ、なるちゃんがさ、モノマネでさ、なんか言っててさ、うん、そう、いるいる、そう、下の時のモノマネ、いるいるって絶対言うの。そう、でもそんなんさ、分かる人しか分からんよね。私もう、でも今は初めてちゃんと聞いたかも。本当に？そう、いるよね。なんか方言だと思う、多分。あ、そういうことか。そう、いる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 よね。おにしゃどっち？いるよな。いるいるいるよな。私はいるか。うん、あれ違うんだ。また関東はいるってなのかな。いるいる、西がいるかと思った。ルガーがルーかと思った。山口はまた違うもんね、関西。いるいるね、関西と違う、うん、でも似てるところもあるね、気がする。な、あると思うね。あの、あ、指原さんもいるだって。指原さんって、あ、そう、お、大分か。うん、そっか、その辺はそうなんやね。おお、関西はおるやなって。確かに。あ、そっか、いるじゃなくておるか。そうね、いるで考えたらいるってなるけど、うん、確かにおるかもね。確かにおるかも。その辺におるんちゃうとか。ああ、おるおる、うん、っていうね。おるおるおる。仰天もおるやって。あ、仰天はもう本当に一生一生あのままやな。あの、なんかあの、入ってきた当初からさ、一切変わらんよね、うん、方言が。本当に変わんない。なんで戻んない、戻、うん、東京に染まらないよね、あの方言に関してはね。なんかさ、舞台とかやってたらさ、標準語とか勉強するやん、うん、確かに。で、大西それとか混ざってきちゃうねんけどさ、うん、すごい、あくまで貫き続けてる、すごいね。全然変わらん、うん、いや、ほんとすごい。大西のさ、役を思い出しちゃった。何役って。なんか、アイサーとか言ってた時ね、アイサーみたいな、思い出した。何だっけ。私結構大西の舞台行ったことあって。そう、下尾がね、そう、別格で来てくれてる。そう、マジ多分一番行ってて、一番来てくれてる。最近来てないんですけど。あれやな、あの、あれやろ、うん、あれやろ、あの、留学してきた子みたいな。そう、リンリンや、大西。あ、でもリンリン、リンリン、大西リンリンやってた。リンリンの次に、なんかあの、可愛い、こうやって走る。あ、三国武装や。こうやって走る。やつ見たって言ってたから。大西いつもああいう感じの役やん、なんか。じゃ、下を見に来てるやつがそうなのよ、なんか。なんかね、アイサーみたいな。アイサー行ってくるって。お前何してんだよ。そう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 。本当にさ、可愛かった。そう、なんかいつもの大西見てると意外すぎて、なんか全然違くて恥ずかしい。だからもうさ、よくなんかこういう走り方とかたまにふざけてしてるの。だからその時になんか大西三国武装の時やとか思い出す。そう、三国武装ファンみたいになってる。めっちゃ来てくれてる、本当に。そう、めっちゃ。え、やからね、おどんろ見に来てほしかったの。え、そう、おどんろのやつ。てか、おどんろマジ行きたかったんだけど、なんかマジ合わなかったの。そう、あの時みんなコンサート。あ、確かに、確かに。あ、舞台やってたんか。え、舞台やってた。あ、そう、キスバイエイト。あれ、あ、そっかそっか。そのちょっとしか稽古出てないからさ、そうだそうだ。みんなキスバイエイトで来れなくて、いや、あれはマジでね、一番見てほしかった、私、下に。見たかった。だって褒められたんでしょ。褒められた。ロック画面それなんでしょ。あ、そう、もう見たかった。いや、もうね、うん、単純に作品が良すぎて、もう本当あれめっちゃ見に来てほしかった。ちょっともう終わっちゃったからさ、そう、あの、教えて結論。結論結論結論。どういうストーリーやった、ちなみに。なんか、なんて言うと、言えるか。いや、ダンスじゃん。だってめっちゃダンス表現するやん、うん、なんかすごいよね。なんかこういう警察官やったの。あ、新米。それは分かった。そうで、そのなんか町に妖怪がいるぞって、うん、ああ、なるほど。妖怪、そう、お店は妖怪を捕まえる部署の新米警察官、うん、でも妖怪も、うん、こう町でいたずらとか
するってなってたけど、うん、妖怪は人間が大好きだからこそ、うん、生まれちゃったの妖怪が。最初は物だったの。え、そうなん、物だったんだ。そう、なんかおもちゃだったり、うん、例えばお札だったり、うん、トイレやったりみたいな。トイレとか見るんだ。そうで、うん、その子たちが大好きな人間と暮らしてきたのに、うん、人間に裏切られた思いで妖怪になっちゃった子たちで、うん、あ、なるほど。え、もういい、え、もういい感じ、もういい感じの物語。そうで、大西はその妖怪たちを捕まえやなあかん人間やってんけど、うん、その裏事情を知っちゃって、うん、もう妖怪が大好きになっちゃって、あら、うん、で暮らすんやけど、うん、大西の部署の先輩たちが、うん、見つけたぞみたいな。あ、なるほど。そうで、大西についてこられたから、うん、その妖怪の居場所もバレちゃって、うん、大西のせいでバレちゃってみたいな。あら、複雑。そうで、でもそっからもうなんかビルとかも崩壊みたいな、なんかもういろんなことがあって、わ、崩壊、崩れるぞってなった時に、妖怪たちと人間が手を取り合ってみたいな、うん、で妖怪たちが、今もう泣きそう、妖怪たちが人間を助けて死んでいる、楽しいこと考えよう。ありがとう。え、すごい、めっちゃいい物語じゃん。びっくり。これ本当にね、見てほしかった。で、DVD はないの？ないの。え、ないの？夢坊さんはね、夢坊さん DVD ないんだ。夢坊さん DVD、はあ、お願いします。いや、もう本当。今人さん。ちょっとね、今人さん。ね、うん、もうそこの場で 見れる。はかない。はかない。見たか、それは見たかった。再現したいかな、再現。もうできない。え、苦しすぎてできない。そっか、もうね。何回もやってたから、ね。もうあのね。いろんなところでしたもんね。うん、そう。本当にいい。めっちゃいいストーリー見たかった。いや、今話してて思い出した。うん、マジ見たかった。いや、もう。え、そっからのロミオやってくれたんだね。え、そう、ロミオ。一緒にロミオ頑張ったね。下は最初からロミオの人やったっけ？私は最初からロミオの人やった。私ロミオじゃなかったのよ最初。そうだね。そうだから、うん、急にね、あんなセリフの多い役になって思って、えってなってたけど、ね、でも大西ぴったりだったね。嬉しい、うん、いや、マジぴったりだったと思う。いや、楽しかった。かっこよかった。え、下尾のさ、金髪イケメンすぎてさ、マジで。意外すぎて。いや、そんな言ってくれてありがたい。え、マジでさ、うん、なんかほんまに、私はカツラが、うん、あの金髪のカツラが似合わなすぎて、うん、フィッティングした時に。うん、そうなの？え、それから地毛で言ったじゃん。そう、だから着るんで地毛で行かせてくださいって言って。そう。イケメンだなぁ。え、マジで金髪似合わんかったのよ。うん、そうなの？それから、あの金髪のカツラ似合うってマジですごいなって思って。うん、いや、あれはなんか金髪も2種類あったの、うん、あったね。そう、あった、うん、で、あのナルジュリエットが、うん、ナルエットがナルエットがね、ナルエットがあの下はこっちがかっこいいってことで、いい、そう、ナルエットの言う通り、言う通りに素晴らしい、はい、やりました。懐かしいな。懐かしい、マジで嬉しいね。懐かしい、うん、すごいつながりこの、うん、ね、同じダブルキャスト。そう、ダブルキャスト、ダブルキャスチュー。あと別にだって何もないよね、一緒に出てたやつ。舞台とかないかもね。舞台、え、てかそのさ、ルミオもさ、一緒には出れてないじゃん。一緒に出てないね。そういえば一緒に出てない。確かに。そうあとあれだね、うん、ここはゲースが有名の、あ、そうだそうだ、2人でやった。そう、今年1月にユニット2人やったんだね。ケースな夢見せてよね、ひでね。おにしたを押してください。おにしたを、おにしたを、どうもどうもどうも、おにしたを。共通のファンの方いるよね。いるよね、いるよね。あ、そうだ、そういるよね。そう、いるよね、いるよね。おにしたを好きって言ってくれる人が1人2人、ね、いらっしゃいます。1人2人ぐらい、ありがとうございます。いらっしゃい、ありがとうございます。そうなの、そうなの。そう、あまり絡みなかったね、それな。確かにね、うん、あまりね、そうだね。でも舞台見に行ったところらへんから、なんかね、ね、よく、そう、マジでめっちゃ来てくれる、嬉しい。でもそんくらいマジで舞台やってたもん、大西が。確かにめっちゃやってたな、ずっとやってたから。そう、すごい行けた。そう、嬉しい。
マジ面白かった。メンバーで見に来てくれるって少ないからさ、わりかし。ああ、なんならやりすぎた経験みたいな。あ、そうやね、そうね、いつでも行けるみたいな。そうだから、そう、たくさん行ってたから逆にたくさん行けたかも。嬉しかった。あれも行ったもん、悪の花。あ、あれや、あ、悪の娘。悪の花になっちゃった。悪の娘。あれなんだっけ、ハントリと来てくれたんだっけ。ハントリと行った。そうよ、そう、ほんとよかった、あれ。嬉しい。かっこよかった。かっこよかったっていうか、マジいい役だったよね。確かに最後まで見て、なんか大西の役、え、すごいいい役だった。え、そう、意外と美味しい役でしょ、ね、美味しい役だった。最後の最後持ってったもん。そうなのよ、あの前半全然出てけへんかったけど、そうそう、だから、え、出てこないねみたいな。そう、出てこない、出てこないねって言ってたけど、そう、前半はおめぐとかがめっちゃ出てた。あ、そうだね、確かに懐かしい。最後の最後、もう大西が、あの役楽しかった。すごかった。懐かしい、うん。歌がめっちゃ合ってた。あ、なんかめっちゃ上手かった。え、本当？うん。もっとね。ね。うん。すごい、ファンの人はね、共感してくれるのかな。大西ファンは、見に行ってた大西ファン。あ、どうなんだろう。ね。からさんも来てくれてたようなって。あ、行った行った。え？え、行ったやん。カラクリサーカスも言ったやん。目、いや、すごくない？言った？めっちゃすごくれてるよ。え、マジ言ったんだって、その時期。ずっと言ってた。え、だってカラクリサーカスってめっちゃ前やで。え、そうそうそう、それ。え、でもさ、言ったよ。多分聞いてたと思う。え、そう、だからめっちゃ言ってる。え、言ってるよ、結構。すごっ。かなり言ってると思う。子さんやなって、確かに。大西の子さんでございます、この方。どうもどうもどうも。子さんです。ありがとうございます。いつも子さん。その言い方をしたら、誤解を生むでしょ、特にミュー D の方々には。こいつ全身タイツで舞台出たんかよってなるでしょ。違う、おしゃれなね、おしゃれな、まあ全身タイツみたいな。すごいセクシーだった。セクシーだったでしょ。セクシーだった。知ってますか、カラクリサーカスっていう、うん、そう、アニメがあって。そうなんですよ、アニメ。でも それも本当にいい役だったの。確かにいい役だった。そう、双子のね、うん、そう、あれからアニメも見た。えー、嬉しい。そう、面白かった。なんか演出がすごかった。360度。そう、すごいね。でもね、そう、マジすごかった。え、1回目の方やったっけ。なんか2回やったのよ、からくりさんが、うん、あのね、大西が、うん、あの遊女してた方。じゃあ2回目だ。あ、2回目の方。1回目じゃ行ってないかも。そうだね、あれだ、アリスって言ってたやつ。あ、そうそう、アリス言ってた。アリス、アリス。え、あの時の早着替えびっくりした。え、やばいよな。え、なんかそう、え、一瞬いなくなったと思ったらすぐ後ろが出てきて、え、みたいな。マジで早着替えがね、鬼だった。そう、そう、アリスって言ってた。アリス、懐かしい。時々、その時2回目、2回目だ。2回目の時見に行きました。ありがてえな。うん、しかも下尾が出るやつは見に行くわ。うん、あれ見に行けなかったもん、結局。ネオンキッズ？うん、めっちゃ来たかった。えー、来てほしかった。あれもいいね、物語だと思う。あれ、この間やってたのはさ、うん、再演だけど、けどかなりストーリー、あ、ストーリー自体は一緒か。あ、一緒なんや。なんかね、うん、改善されてる感じ。あ、なんか良くなってる。ブラッシュアップした感じ。ブラッシュアップ、うん、いいじゃん。あ、ジョンマイラブ行きたいって。行きたいもん。あ、ジョンマイラブ出る。東京やもんね。東京だけ出る、4公演。え、4公演か。そう。え、もう始まってる？結構。そう、結構ね、2ヶ月前からやってて。え？え、でもね、違う。1ヶ月に、うん、なんかあんまりできなくて。あ、そう、だから結構飛び飛びだけどっていう。なるほどね。へえ、大変。うん、だってもうあと1回2回やったらもう本番。え？結構？やっぱこれまでもね、まだね、あとちょっとしかやってなくて、そう。だから頑張んないといけない、マジ。え、てかさ、マジでさ、うん、ジョン・マイ・ラブのメンバーすごくない？え、みんなさ、時間ない中やってるじゃん、すごい。本当にすごいよね。しかもさ、期間空いてさ、久しぶりに出ますみたいな言ってるやん、うん、言ってる。すごくない？覚えてるのって。え、ね、ね、嘘なの、出れへんもん。何ヶ月も期間空いたら。ね、忘れてんもん。ね、なんかどうだったっけってなる。盾とかもあるの？盾とかもちょっとあるよ。あ、ほんと。なぎなた持つの。あ、そう、なぎなたで、そう、一応ね、
剣術道場の娘だからね。あああれはなんか習字書いてる？習字書いてる？なんかもしなんか習字の筆持ってるイメージ勝手にあんねんけど。違う？あれがなぎなたです。あれなぎなた？そうなん？習字の筆持ってるからなんか習字の大会かなんかのやつやと思ってた。違うんや。違う違う。あ本当？うん、あなぎなたやったかおいしい。あ本当？えなんか書いてなかった？え待って違う書いてない待ってねえ笑っちゃう絶対ほんま。ねえ。なぎなた持ちながら出てくるんだから。待って筆やと思ってた。筆って思いながら出ちゃうじゃん。ごめんそれ筆。やばい筆筆じゃない、ね。ごめんそれ筆です。筆じゃないです。ごめん。筆ごめんやけど筆やわ。やばすぎる。申し訳ねえわ。やばすぎる。もう絶対今度人思い出すよ多分見に来たら。あ筆やって。すいません筆です。違います。違います。ごめんなさいね。違います。筆で本当に、うん、違う習字大会のお話ということで。いやラブストーリーなんだわ。うん、あラブなの。ラブ。いやジョイマンラブって言ってるわ。言ってるやん。もうラブジョイマン。ジョンマイ。ジョン、いや、ジョン、ナナナナ、あれ今ジョイマンって言ってたかった。ナナナナナナナ、ジョンマイラブ、ジョンマイラブ、ジョンマイラブです。でもずっとジョイマンやと思ってた。私も、ね、だからさ、最初さ、ジョイマン、ジョイマンって言ってたらさ、ジョンマイだよってあのファンの方があ、ジョンマイだよって教えてくれて、そうナナナナになっちゃうから。ナナ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 ナ、何も出てこない、思いつかへんの。あ、ね、あ、あこでも配信一緒にやってたくない。何何何何だ。海外でフィリピン。ああやあ部屋一緒やった。私あの日あのお気に入りだったネックレスなくしたもん。えどんなんやそうなんやったよね。やった。途中のさリュックかぶってさ。あん時も一緒やったよね。一緒やった。あ前やから見たことあんねんやと思って。あだからだ。そうや、そっからオンニスターはね。まさかオンニスター、そこから大西さんはね絡んでたんですね。そうなんですよ、はい、歴史が、歴史がねありますね。そうだ同じ部屋だった。そう同じ部屋やった、ね、楽しかった。え可愛い行くって。えタワーなんやこれ。 XD さんタワーありがとうございます。可愛い T T T XD D D ありがとうございます。あ大西もある。行く。あありがとうありがとう。おし最後に読ませていただきます。すごい。えどうやって最後に読むの。いなくならん。ないの人って言って。あそうです。ファンの方に教えてもらってる。私も次からそうしようかな。ないの人。そうなんかさ、うんね、こうおしゃべりしてる時に、うんうん、えなんかそう止まっちゃうやん。そう悩みだったんですよ実は。あえミューディーの方からだよって。えミューディー。あえ1位の方じゃん。お、科学先生。あ、科学先生や。え、ミュー、あれ？ミュー DD になってるけど。私最新してるよ。あ、ミュー DD。え、DD、DD なの？ DD してるよ。DD なの？ DD してるわ。ディレクターじゃないでも、だって DD、誰でも大好きになっちゃった。誰でも大好きだよ、多分誰でも大好きってことだ。え、あえての DD なんですか、それは。そうですね、あえての DD、あの、ふざけてます。あ、ふざけてます。DD です。はい、違います。DD です。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後に読ませていただきます。ありがとうございます。もう優しい、ね、優しい。 DD ミュー DD。 ミュー DD はおもろい、おもろいってDD。 ミュー誰でも大好き、誰でも大好き。 DD なら仕方ない。そうですよね。そうですよ。 DD なら仕方ないですよ。そうだよね。そう、うん、ちょっとちょっとカナピー。あちょっとカナピーな。どうする。ちょっとカナピーマン。カナピーマンって言ってるから悲しんでない。うん、ちょっとカナピーマン。カナピーマン言ってるからこの方はきっと悲しんではない。大丈夫、心配しないで。大西が守るよ。大西が私のファンなんや。私のファンだ。私のファンだ。いやありがとうございますね。下くんかわいい。かわいい、ね、あの大西が突っ込んでくれるから思う存分ボケれます。じゃあもうしゃべんない。一切しゃべんない。やだやだ、やだ。カワみたいな声で。やだ。今7時20分やって。7時20分？もういい時間だね。30分になったらやめる？そうやね。で、サッシャにご飯があるか聞きに行って、なかったら買いに行こう。はい、はい、そうしよう。エビマヨ食べなくていい？今はいい。今はいい。うん。
後々食べるわ。うん、うん、この二人でも YouTube 撮ってよ。受ける受け受け受け。舞台やったら見に行くよ。舞台舞台やったら回してくれるってこと。しやった密着してほしい。裏にちょっとナルタオチャンネルにあのカメラマンとして潜入しますわ。誰ってなるよ。確かにナルタオのファンが。あ、ポンポコ、ポンポコではそっか、ポンポコか。あ、ポンポコや。ポンポコさんの人だ。ポンポコさんの人でもある。ポンポコさんすごい。シトウちゃんギャップあるよねって。本当にありがとう。確かにありがとう。ギャップのうん塊ですよね。思ってるやろ。思ってるのそれ。思ってる。皆さんから見て下がどう見えてるのかが分かんないし、ね、でもさ、もうさ、エイトのファンはさ、こういう人って分かってるくない？うん、エイトのファンの方は結構、あと私のファンの方も結構分かってらっしゃるよね。うん、もう、あ、なんか抜けてる子だみたいな。うん、あ、話通じない子だみたいな。話通じない。うん、ね、よう理解してる。ね、よう自分の、ね、そうそう、ね、そうだよ、ね、そう、分かってらっしゃると思います。そのままです。そのままでございます。言うてじゃない、下をって。え、なんか分からん。わりかし大西は現実的な子やなと思ってるけど。現実的な子か。そう、なんかふわふわっていうよりは。やめてやめて、壊さないで。違う、ふわふわでいきたい。壊さないで。あ、ふわふわでいきたいな。ふわふわです、この人。ふわふわです。うん、ふわふわです。ふわふわです。ははですね。でも時に現実感を出してくるのよ。時にね。うん、ギャップだね。あと一番ね、うん、年齢いじりしてくるよ。下は一番してくるよ。なんかね、大西とね話せる話題ってなったら、うん、ねなんかね。おい、なんかね、おなんや、言うてみ、最後まで一旦言うてみ。なんかね、ああ、楽しいなっていうのがやっぱね。だってさっきの言い方だとさ、大西と話せるのそんぐらいの話しかないみたいなさ。そういう感じやったけど、なんかもう長年しすぎて、そうそう、なんか定番かなって。やっぱいじっとこうかな。一番大西ね、そんなされへんのよ。年齢いじり、まあ話しりとかはたまにしてくるけど、うんうん、一番してくる。なんかもう定番化かなっていう、うん、そう、毎回しちゃうからさ、もう毎回するよね。確かに。何歳違うんだっけって。私が21で、いや4つ下。うん、4歳しか変わらん。4歳しか変わらん。4歳だけか。一瞬でくんで。ね、うん、ほんとね、うん、こわこわ。もうほら、同い年や、ね、ほぼ同い年や、うん。25? 今そう、来年26になります。大人だね。大人ですわ。結構いっちゃってるんですよね。大人だね。もう、まあ、私もすぐ追いつくから。そうね、だって初期でさ、一番下の年代やったやん。そうそうそう、中1で入ってきたから。そうそうそう、がもう21ですよ。そう、びっくり。そりゃいいと思う。年齢層上がるわな。ねえ、ねえ、ほんまに。そう、だからみんなお酒飲める年齢になったんだよね。だってランリーとかもでしょ。そうそうそう、びっくり。ランリーがこの間なんか何、あのお酒持った写真をツイッターかなんかに上げてて、うそ、かわいい。わ、ランリーがお酒飲んでる。驚き。そう、驚き驚き。なんか元気だね。昔さ、うん、なんか何、なんかランリーが成人したらみんなで飲みたいねみたいなのを夢物語かのように言ってたの、昔。言ってた言ってたよね。言ってた言ってた。みんなでお酒飲めたらいいねって言ってたけど、ね、集まろうねみたいな、ね、修行してもみたいな。ねえ、もう集まれるよ。集まれちゃうよ。一回集まろうよ。ね、休止する前だし、前とかね。ね、うん、でもなーちゃんとかも子供ね、あ、そう思ってね、ね、連れてきたりとかね。うん、ちょっと会いたいわ。ね、会いたい。来年生がもう21って、そうなのよね。ねえ。ペナも結婚したしって、そうよ。
あ、そうです、そう、おめでとうございます。もし連絡いただいてペナ、え、そう、結婚しました、おめでとう、そう、嬉しい、いや、すごい、ねえ、おめでたいよ、おめでたい、2号2号だね、チームメートから2号、2号、2号、でも他のメンバーを知らんやん、言うたら、あ、確かに、え、知ってるメンバーいるんかな、 SNS してない多分メンバーとかもいるやん、そっかそっか、そういうメンバーでもしかしたら、うん、もしかしたら結婚してるかもしれへんし、あ、ってなると分からんけどね、すごいね、いやすごすぎる、大人になったね、なんかみんな、ね、やだやだ、ちょっとこういうところだよね、レイジにしたくなっちゃうやだ、本当に喋り方やだ、でもなんか今自分の姿見てて、うん、なんかやっぱね、年齢ね、重ねた感じの、うん、したしたの感じがした、今したの、私もしたよ、そう、やだ、私もした、若かったのに、だね、やだわ、もうやだね、もう本当に、もうね、奥さん、まだまだ若いやって、もう、もういや、もうそんな、そんな、もうね、もう我々もね、うん、もうねえ、ねえ、ですから、わ、ね、うん、あの、自分で言うのはいいねんけどな、何何、あ、自分でな、25年っていうのはいいねんけど、うん、25ですからねじゃないんだよ、いややっぱ、うん、うん、おい何やっぱね、うん、やばい、出される画面上から出されるところやった、危ない危ない、本当にもうあんなちゃうわだよ、あ、もう27分やって、早い、そろそろランキングなかった、読んでいくか、読んでいこうかね、一緒に行きます、どういう感じにしましょう、じゃあ待ってるわ、読むの、私読むの、うん、私100位まで読むけど、100位まで、あ、あったね、そうや、100位までやった、待てるかな、あ、待てるかな、あ、待ってないじゃあ先読んで、あの、先読んで、私じゃあ、 あのバイバイしとく、分かった、あの、じゃあ13位の、ね、方まで私は読んでいきますね、はい、ではまず1位の方からいきますよ、1位科学先生アットマークみゆ DD さん、ありがとうございます、イエイ、そして、2位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ、そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ、そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ、そして5位が RPO アットマーク大西軍マリアさん、ありがとうございます、イエイ、そして6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ、そして7位が大西かきアットマーク大西軍 G さん、ありがとうございます、イエイ、 G、 そして、8位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ、そして9位がきょいさん、ありがとうございます、イエイ、そして10位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ、そして11位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ、そして12位がケイさん、ありがとうございます、イエイ、そしてラスト13位がケイジさん、ありがとうございました、イエイ、イエイ、そしてあのタワーの方を呼んでいきます、はい、じゃあいきますよ、1位の、科学先生アットマークみゆ DD さん、科学先生さん、科学先生さん、科学先生さん、タワーありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます、終わりました、先輩、お疲れ様です、お疲れ様です、どうしよう、終わっちゃうか、おにし先に終わっちゃうか、じゃあちょっと終わってから、あの下尾のルームで100位までを見届けたいと思います、長いよ、ではあの私の配信はここで終わりたいと思います、はい、では、はい、いきなりですが質問です、皆さんの好きな色は何ですか、ピンク、桃色、白、紫、茶色、聞こえなかったことですよ、うん、でもでもやっぱりそこはせーの、桃色、はい、ありがとうございます、奈良県代表の西桃香でした、この後レッスン頑張ってきます、じゃあね、バイバイ、バイバイ。